この大きな叫びを持つ時に、自由民主党は、保守党としての国民政党としての各国家とある領土を持っているから、国を守り、国民を守る、この責任を果たせたことは、そのために、これから40日間、愚直に、そして真摯に、私の考え、そして政策を伝えさせていただきたいと思います。私はですね、この地域にとって必要な政策、具体的な政策を訴えてまいりました。その内容は、多くの皆様方のご存知だと思いますが、例えば、核兵器対策、この地域の公共交通機関の問題、なぜ私がそのような政策を皆様方に訴えたかというと、その先にあるのは、地域危険型国家というものがあると思っているからです。今の中央集権の国家が、おそらく今後の皆様方の期待に応えないからなる。そのために国の形を変えていかなければなりません。ですから、そのためには、皆様
政治の原点に戻り、そして新しく伝えていただいた多くの支援者